こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。近年、中国の駆逐艦は量産体制で増艦されています。現在ではその性能は、一昔前と比べて近代化されているとの話。今回ステルス機を丸見えにするという駆逐艦055型を詳しく見ていきますね。本当に捕捉できているのかわからないですが、対抗策は結構たくさんあるものです。あれかな？2020年11月現在、世界で最新鋭の水上戦闘艦といえば、それは最大規模のアメリカ海軍のものではなく、中国海軍が同年1月に就役させた055型。駆逐艦南昌だということができるだろう。055型駆逐艦南昌は、従来の中国海軍の052型、昆明級。駆逐艦の推定の満載排水量約7000トンに比して、12000トンから、13000トン止めされるほど大型化された船体を持つ水上戦闘艦だ。この排水量は、アメリカ海軍の現役艦で唯一巡洋艦に、分類されているタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の満載排水量約9700トンをも凌駕しており、アメリカでは巡洋艦と表現されることが多い。055型駆逐艦南昌は全長が 182.6m、 全幅が 20.9m、 ガスタービン機関4機で最大出力15万2000馬力。最大速力30ノットの艦容を誇り、すでに6隻が建造予定と言われている。ちなみにアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は、全長が 172.46m、全幅が 16.76m、最大出力8万6000馬力。最大速力30ノット以上の艦容となっている。海上自衛隊で見れば、最新鋭のマヤ型護衛艦が、満載排水量1万250トン。全長 170.0m、全幅 21.0m、最大出力6万9000馬力。最大速力30ノット以上と055型駆逐艦の大きさがよくわかる。アメリカ海軍の最新鋭ズムウォルト級駆逐艦が随所に近未来的な設計を取り入れ、それゆえに建造費の高騰と実用面の兼ね合いから、わずか3隻の建造で終了されたのとは大きくコンセプトが異なる。中国海軍の055型駆逐艦は、同時に、同国が建造を進める国産の航空母艦の、空母打撃群の艦隊防衛を担うべき位置づけであり、中国版の、イージスシステムといえるレーダーセンサー類を装備している。055型駆逐艦のレーダーセンサー類は、複数の周波数帯の電波を利用するものと見られており、これによって高度なステルス性能を持つ F-35 ライトニング2戦闘機なども探知、迎撃可能という対戦哨戒能力をはじめとして、こうしたレーダーセンサー類の探知性能では、従来の中国海軍の艦艇は、アメリカや日本が採用するイージス艦のシステムに劣ると見さされていた。しかし、055型駆逐艦南昌の実戦配備で、この脅威の度合いは、
飛躍的に高まったと見る向きも多く、アメリカ海軍でも予算上の問題から見送られていた新型巡洋艦の開発を再開するとも言われている。アメリカにこうした決断をさせた055型駆逐艦南昌の特徴は、精度を向上させたレーダーセンサー類と連動する合計112セルにも及ぶ VLS を搭載している攻撃力にあると思われる。この VLS の数はタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦と同数であり、日本のマヤ型護衛艦やアメリカのアーレイバーク級駆逐艦の96セルを大幅に上回る攻撃力を備えていることが伺えるものだ。055型駆逐艦は、艦の前部に64セル、後部に48セルの VLS を搭載し、その用途も、艦対空、艦対艦、対地、対戦のいずれのミサイルの運用も可能であり、ことに、艦対空ミサイルの防空能力が注目されている。これは、055型駆逐艦の単艦での防空能力というよりも、国産の航空母艦による空母打撃群全体の防空能力を高めると見られているためであり、アメリカなどと同様の空母打撃群の展開が予期されるためだ。従来の中国海軍の艦艇は、大陸国の中国の現状に合わせて自国沿岸海域を作戦行動範囲とした展開だったが、航空母艦とこの055型駆逐艦の空母打撃群は遠洋への進出を視野に入れるものとなった。このため、055型駆逐艦の作戦行動範囲は、従来の052型、混迷級駆逐艦と比して、最大で約4倍とも言える約1万1000キロにも及ぶと見られており、ほぼアメリカの独壇場だった分野への進出が現実味を帯びてきた。ただし、日本を含む周辺国にとって幸いなのは、中国海軍は国産の航空母艦で運用可能ないわゆる第5世代戦闘機をまだまだ配備できておらず、すぐに空母打撃群の完成とはならない点だろう。しかし、いずれはこの配備も進んでくるであろうことは疑いの余地はないため、そうした中国海軍の空母打撃群が出現することを前提に、日本は有効な対処方法を確立すべき時期だと思える。個人的にはこの対策は、既存の兵器分野では戦闘機への長射程の空対艦ミサイルの装備か、潜水艦隊のさらなる増強が現時点で行い得る実効的な対策ではないかと考える。 F-35 ライトニング2戦闘機のステルス性を損なわないために、その胴体内のウェポンウェイに収容できる長射程の空対艦ミサイルの開発はまだまだ時間を要すると見られるので、 F-15 や F-2 の活用が必要だろう。合わせてようやく海上保安庁がテストに入った無人航空機、遠隔操作型無人機について、自衛隊では、これに対艦ミサイルを実装することも、視野に入れてほしいところだ。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。米国大統領選も終焉となり、バイデン大統領の誕生での対中政策の行方が注視されている中、台湾海峡を年末、米駆逐艦2隻が通過、抑止力を上げるため行動を起こした。台中の睨み合いが続く中、台湾海峡通過、今回もう少し、詳しく見ていきます。裏には、香港問題が大きく引き金を引いているとはね。2020年末日、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の4番艦、カーティス・ウィーバーと同6番艦の、ジョン・S・マケインが揃って、台湾海峡を通過したと報じられた。これは、両艦が所属する横須賀に、拠点を置く第7艦隊が公式に、発表したものであり、これまでも、同様の内容で実施されている。アメリカ海軍の航海の自由作戦の一環だとみなされる。アメリカはこうした行動を国際法に準拠した行動であるとの立場を示しているが、中国は東シナ海や南シナ海、そして自国の一部と主張する。台湾周辺海域でのこれらの行為に例によって反発している。アメリカ海軍の航海の自由作戦は、このところ複数都市継続されており、もはや、累計で、どれだけの数が、この活動を行った、かすら指摘しづらいが、2019年には、フランス海軍艦艇も、同様の行動をしている。この2021年には、イギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスを、中心とする空母打撃群が極東方面に長期間派遣されることも決定しており、こうした傾向はますます強化される方向に向かうと思われる。ただし、中国海軍は異常な速度で艦艇や航空機、地対艦ミサイルの配備を強化しているため、かつての台湾海峡危機のようにアメリカ海軍は大型航空母艦を差し向ければ抗えなかった頃とは同一視できない。アメリカの軍事関係者の中にも、東シナ海や南シナ海、そしてこの、台湾海峡でのアメリカ軍の中国軍に対する軍事的優位性は低下していると、見る向きは多く、局地戦では不利という憶測すらも出てきている。中国海軍は国産の航空母艦の建造に呼応するかのように新型の055型駆逐艦を2020年からすでに2隻就役させており、今後も合計で10隻以上を投入してくるのではないかとの見方が有力だ。055型駆逐艦は毎級052型よりさらに大型化され、満載排水量1万2000トン以上、全長 182.6 メートル、全幅 20.9 メートルの船体に中華製のイージスと呼ばれるセンサーレーダー類と兵器システムを搭載している。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のカーティス・ウィーバーとジョン・S・マケインは同じくフライト1型と呼称される同駆逐艦の最初期のモデルの艦艇である。その仕様は満載排水量8850トン、全長 153.77 メートル、全幅 20.27 メートルであり、満載排水量で見た場合、
中国の055型の約 73% の容積と小型であることは間違いがない。この大きさの違いは、主兵装である VLS 数の違いに現れており、RA マーク9フライト1型が合計90セルであることに比べ、055型は112セルと2割以上も多い火力を備えている。ただし、RA バク級も、最新のフライト IIA 型では若干船体を、大型化していることもあり、VLS も同様に96セルまで拡張されており、これは、海上自衛隊の最新鋭のマヤ型護衛艦と同数である。そもそも、RA バク級ミサイル駆逐艦一番艦の収益は、1991年まで遡り、ここから数えれば、すでに30年を経過した、かなり設計自体から時間を、経過してしまった艦艇だと言わざるを得ない。この後に、アメリカ海軍は、新機軸を満載したズムボルト級駆逐艦を、建造するがあまりに先進的に過ぎた、そのパッケージの実現は困難を極め、建造費用の高騰もあって、わずか3隻の生産で打ち切られた。ズムボルト級駆逐艦は、高度なステルス性の追求や手法など随所に従来艦を超える能力を持たせようとした意欲的な艦ではあったが、それゆえに兵器に求められる無難さ、安定感を著しく変えてしまった。この失敗は、世界で最大の規模と実力を持つアメリカ海軍であっても、無、ビューではないことを知らしめたが、皮肉なのは、旧ソ連の崩壊で現実的な、進化の必要をなくした兵器がそれゆえに迷走した事実だろう。以降今度は、中国海軍の増強に直面することとなったアメリカ海軍は、2005年で一度休止していたアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の新造。5年後の2010年度に再開し、今に至っている。こうした経緯からアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、息の長い艦艇と、なっているが、すでに、設計自体の旧式化は否めず、予算不足で、後継艦の構想は確定してはいないが、近年中には見えてくるだろう。予測としては、満載排水量で、約1万5000トンにも達したズムオルト級よりも、小型だが、RA マーク級の最終形であるフライト3の、同9700トンよりは大型化するとの見方が一般的だ。アメリカ海軍は、ズムボルト級の失敗から、兵装面でも現在の、延長線上にある技術を中心としたものを、新型駆逐艦では採用すると、見なされており、その意味でも、055型に近いスペックだと思われる。しかし、アメリカの新型駆逐艦は、日本にとっても、対岸の火事ではなく、これまで、RA バク級ミサイル駆逐艦をベースに、混合型護衛艦以降を建造してきただけに、非常に気になるところだ。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ついにパクった中国空軍 J31 ステルス戦闘機が始動するのか。最近は言った話になるがいよいよという話も聞いている。でも、表に出てきていないのはどうしてだろうか。考えてみると、やはり F-35 に似ている多打エンジン2を単発から双発に変えて製造しているだけだ。無論、誰が見てもパクっている状況がわかる。だが問題はそこではない。中身が大事。中国側もそこまでの技術はなかったのか J31 戦闘機が。表に現れるのが遅すぎている。遅れれば。無論、日本も F-35 戦闘機の導入が決まっている。装備は数でも上回ってくる。しかし、開発が遅れている状況だっただが、量産化するとの噂を聞きつけて今度こそは、そう中国側も狙っているところだろう。では、もう少し詳しく見ていこう。この J31 戦闘機は空母の艦載機として開発されたと言われています。2012年11月の広東省での航空ショーで J31 の模型が公開されましたが、肝心のスペックなどは不明でした。中国が開発したステルス戦闘機としては J20 に続く2機目なのですが、謎めいた戦闘機ともっぱらの評判です。J31 の試作初号機が初めて飛行したのは2012年でした。その後、改良された試作2号機が登場して、様々な試験が続行され、予定では2019年までに量産機の初飛行が行われると言われていたようです。しかし、2019年に J31 の量産機が姿を現すことはありませんでした。中国が開発した J31 戦闘機ですが、日本の自衛隊が導入している F-35 戦闘機の模造品とも呼ばれています。あまりにも似すぎているんですね。要するにパクったんだろう？というわけです。F-35 の情報を中国が盗み出したという噂もあり、似てるのも当然と冷ややかな見方もあります。そういう世界の評判を気にしているのか、J-31 についての話はなかなか聞こえてきません。航空ショーで展示された模型を見ると、搭乗者は一人で、エンジンを2機積んだ双発形式ということです。2枚の垂直尾翼が外側に傾けて付けられていて、機体の姿もなかなかおしゃれ。しかも、ステルス機能は先輩である J20 より優れていると思われます。しかし、アメリカメディアの報道によると、中国空軍の指定色に、塗装されたステルス戦闘機 J31 が初めて姿を見せたということです。ひょっとしたら、この機体こそ J31 の量産機なのではないかという推測もされています。もし、J31 の開発が、スケジュール通り進んでいるとしたら、2022年までに
初期作戦能力、IOC イニシャル、オペレーシオーナル、キャップアビリティを、2025年までに、完全戦闘能力、FOC フル、オペレーシオーナル、キャップアビリティを、獲得する予定ですから、中国は、アメリカの次に、2機種のステルス戦闘機実用化に、成功することになるはずです。J31 ステルス戦闘機について詳しく紹介しましょう。と言っても、中国からの情報は皆無なので、様々な写真や映像からの推測ということになります。この J31 は、短座型の双発戦闘機です。アビエーション、ウィークが画像から、試算した推定値によると、基本的なスペックは、全長が 16.9M、全幅は 11.5M、最大離陸重量28トンとされます。最高速度は、マッハ 1.8、兵器の搭載量は、機内が2トン、機外が6トンの計8トンであり、内部燃料のみの戦闘半径は 1250km。外部に、増装携行時の戦闘半径が 2000km と推定されます。前述の旋回角に当たる J20 戦闘機より、一回り以上小型化していますし、重量も10トン以上軽い仕様になっています。J31 のこのような諸元から考えて、空母搭載用として設計されたのではないかと言われてきました。しかし、サウスチャイナモーニングポスト紙、香港で発行されている。英字日刊紙によると、中国人民解放軍の最高意思決定機関である中央軍事委員会は、J31 ではなく J20 の艦載機化を支持しているという報道でした。ということは、J31 の開発目的は F35 と同じように、海外輸出ではないかと言われています。ちなみにサウスチャイナモーニングポストは、香港がイギリス統治時代に創刊されました。英語読者を多く持つこの新聞は、現在、ネット通販大手のアリババグループに、買収されましたが、まだまだ本土寄りという空気は薄いようです。その報道ですから、冷静な判断がされているとも考えられます。という意見はありますが、アメリカメディアの考えは、中国空軍保有の、J8II 戦闘機を J31 に置換しようと考えているのではないかという予想です。J31 戦闘機のステルス性能を第一とすれば、空対空ミサイルは4発しか携行できないそうです。機体外部のパイロン、機体から兵装などを吊り下げる部品を利用すれば、最大10発から12発のミサイルを携行できるのですが、そうすると、肝心のステルス性能が損なわれてしまうのです。俗に言う、あちら立てれば、こちら立たず、状態でジレンマを感じることでしょう。中国には大型のステルス戦闘機 J20 がありますから、この J31 のどっちつかずの性能は何とも対処に困る存在のようですね。
要するに J31 戦闘機は中国にとっては、ステルス戦闘機としては、いまいちな航空機で、それを補強するために、大切なステルスを犠牲にしなければならないという、本末転倒な代物というわけです。こんなことをするぐらいなら、購入価格が J31 より安い J10 戦闘機、ステルス性能なしで J8II を置き換えた方が賢明と言えるでしょう。と言っても、J31 の性能が劣っていると思われるのは、J20 戦闘機というものがあるからということができます。高性能な戦闘機を調達したい中国ですが、政治的、経済的な理由で何かと対立しているアメリカから F-35 戦闘機を調達することはできません。となると、J-10 に目を向けることは、魅力的な選択肢の一つであることには、変わりはないでしょう。改めて考えてみましょう。中国空軍の指定色に塗装された J-31 戦闘機の登場が、果たして、本当に、量産機の完成を意味しているのでしょうか。アメリカメディアが指摘しているように、いろいろと瑕疵のある。J31 戦闘機を中国が本当に導入するのか、注目されるところです。